ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はソフトバンクと LINE が提供することによって今年からスタートしている格安の料金プラン LINE も、その LINE もの方で新しく月額税込み990円というプランがスタートしましたので、こちらにつきましてご紹介したいと思います。まずこれまで提供されていたプランというのは、この後詳しく比較した結果をご紹介しますが、ざっくり言うと1ヶ月あたりの高速通信のデータ量が 20GB で税込み2728円、このプランが LINE も開始当初から提供されていたプランになります。それに加え、今回新たに追加したのがこちらミニプランという新しいプランで、こちらにつきましては高速通信の容量が 3GB と落ちてしまうものの、月額料金は税込みでも990円というとても格安なプランとなっています。もちろんその他の MVNO など格安SIMと比較しますともっと安いというところはあるものの、なんといっても安定して高速通信できるなど大手が提供している通信プランならではの魅力も多々ある新しいプランになっています。ではそもそもこれまであったこの1ヶ月あたり 20GB のスマホプラン、それから今回新たに追加されました月額 3GB あたりのミニプラン、この2つのプランでどういったところが違うのか詳しく見ていきたいと思います。まずは大きな違いとしては、1ヶ月あたり使うことのできる高速通信のデータ容量、新しいミニプランは 3GB に対し、これまでからあったスマホプランは 20GB でした。さらには月額の基本料、これがおそらく一番インパクトがあったところかとは思いますが、これまでは税抜きで言いますとスマホプランの場合は2480円、税込みで2728円のプランでしたが、今回新たに追加されたのは税抜きで900円のプランということで、とにかく半額以下になっており、簡単に加入しやすいプランとなっています。ではその他のサービス面ではどうかということですが、 LINE ギガフリーといって LINE に関する通信については完全に無料で使うことのできる、いわゆるカウントフリーで使うことのできるというオプションサービスにつきましては、実は従来のプランも、そして今回新たに追加された格安のプランも両方とも対応となっています。ただ少し異なるポイントとしましては、こちら高速通信のデータ容量 3GB だったり 20GB あたりを使い切った後の速度制限がかかっている場合の通信速度、これがこれまであったスマホプランの場合 1Mbps だったのに対し 300kbps となっています。ですのでメール程度であれば、この新しい900円のプランも十分 300kbps でも使うことはできるものの、例えば何かウェブサイトを開こうとした場合、たくさんの写真が使われているようなウェブサイトを開くにはさすがに 300kbps ですと速度が遅くてストレスに感じてしまうかと思います。また eSIM につきましては両方とも対応、契約後のプラン変更にも両方とも対応しており、スマホプランの方は格安のミニプランに変更することもできますし、最初格安のミニプランを契約している方がもっと1ヶ月あたりたくさんの通信をしたいということで、右側の従来からあったスマホプランに乗り換えるということも可能になっています。ですので考えようによっては、まずはとりあえずミニプランで契約して様子を見ておき、サービス内容が自分には足りないという方の場合は後からスマホプランに変更ということもできるようになっています。その他通話オプション割引キャンペーンというのにも両方とも対応となっています。またこのプランご存じない方のためにざっくりと紹介しますと、こんな感じになっています。様々な通話オプションが用意されており、例えば5分以内の国内通話が無料になる通話オプション、通話準定額というこちらのオプション、本来ならばこれが1ヶ月あたり税込み550円かかるんですが、 LINE も契約から1年後までは無料になるというキャンペーンになっています。この無料キャンペーンは新しいミニプランを契約された方も受けることができます。また LINE スタンププレミアムポイントバックキャンペーンというのも現在開催されており、こちらにつきましては残念ながら新しいミニプランの方は対象外、また1万円相当上げちゃうキャンペーンというのも残念ながら新しいミニプランは対象外となっています。それぞれどういったキャンペーンかといいますと、まず LINE スタンププレミアムポイントバックキャンペーン、こちらにつきましては LINE ものスマホプランを契約の上で
LINE スタンププレミアム括弧ベーシックコース、デラックスコースをご加入の方に LINE ポイント240ポイントを毎月プレゼントというキャンペーンになっています。だから何かということなんですが、 LINE にはクリエイターズスタンプといって有料で買わなければ使えないスタンプがありますが、それが使い放題になるというキャンペーンになっています。ただし無限に使い放題になるわけではなく、毎月もらえるポイントが240ポイントですので、その範囲内で使い放題になるということになっています。それからもう一つ、1万円相当上げちゃうキャンペーン。こちらはどういったキャンペーンかと言いますと、この1万円相当のペイペイボーナスが付与されるというキャンペーンになっています。ですので、何かペイペイを使って買い物などをされている方には1万円相当がプレゼントされますので、とてもお得なキャンペーンとなっています。残念ながらこのキャンペーンにつきましても、新しいミニプランを契約されている方の場合はキャンペーンの対象外となってしまいます。とはいえ、多くのキャンペーンというのが最初だけというキャンペーンがほとんどですので、あえてそれらキャンペーンに対象外でも特に気にすることなく、なんといっても1ヶ月あたりの料金が税抜きでも900円で使えるということですので、長い目で見たら、もしこの高速通信 3GB であったり、速度制限がかかっている時に 300kbps になってしまうなど、この辺の使い方でも十分満足できるという方の場合は、明らかに毎月の出費も抑えられ、とてもお得なプランとなっています。特に格安 SIM などではもっとこれよりも安いプランはただ提供されていますが、格安 SIM の場合、そもそも高速通信自体の速度もあまり出ないというような欠点もありますので、そういったことを考慮しますと、やはり大手が提供しているこの LINE もの新しいミニプラン、3GB であっても、とにかく通信の品質は高く、使いやすいのではないかと思います。ということで、今回は新たに LINE もの方に追加されたミニプランという新しいプランにつきまして、そもそもこれまであったスマホプランとどういったところが違うのか、メリット、デメリットなどについてご紹介しました。おそらくこれに追随する形で、ドコモだったり au などの新しい格安のプランにつきましても何らかの料金変更というのが出てくるものと思います。とりあえず au については様子見というようなコメントが発表されていましたので、今後どうなるかというところは分かりませんが、ドコモなどは必ずこれに対抗するプランを出してくるものと思います。こちらがドコモのアハモの料金プランになっていますが、ドコモのアハモの場合はもうこちら税抜き2700円、税込み価格で言いますと2970円のこの一つのプランしか現在提供されていません。ですので、明らかに au だったりソフトバンクの新しい格安のプランと比較してしまいますと、料金的なところでデメリットの多いプランとなっており、今回そこへ加えソフトバンクの方から LINE もの新しいプラン、月額900円で使えるミニプランが発表されたことによって、それに対抗するために新しい格安のプランというのは用意しなければいけない状況になっています。ですので au はともかく、ドコモは必ずと言っていいほど新しい料金プラン、対抗するプランを出してくるものと思いますので、またドコモの方からそれに対抗する新しいプランの発表がありましたら、改めて別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。